皆さんこんにちは、田中恵美里です。今日紹介するカップ焼きそばは明星一平ちゃん夜店の焼きそば大盛り濃い濃い濃いスコーンがっつきバーベキュー味です。初コラボ一平ちゃん小池屋スコーン、コーンの香りと肉の旨味、スコーン味焼きそばが登場。冬のパーティーシーズンに向け、人気コーンスナック菓子小池屋スコーンとコラボレーションした明星一平ちゃん夜店の焼きそばが新発売されました。小池屋スコーンの中でもがっつきバーベキューは肉の旨味が効いた食べ応えあるスパイシーな味わいで、30代から40代男女の人気ナンバーワンフレーバー商品です。今回の新商品明星一平ちゃん夜店の焼きそばスコーンがっつきバーベキュー味は、小池屋スコーンがっつきバーベキューの濃厚な味わいをイメージした醤油味ベースの焼きそば。コーンの香りと肉のうまさが特徴のソースとスパイスが効いたふりかけがポイントです。大盛り濃い濃い濃いスコーンがっつきバーベキュー味は、大盛りの上味も香りもレギュラーサイズより3倍濃く仕上げています。本家スコーンも驚く超濃厚な味わいです。商品特徴、麺適度な弾力があって食べ応えがある中太麺です。スコーンの色をイメージした黄色みのある麺です。ソース、濃厚醤油とポークの旨味をベースにガーリック、ジンジャー、オニオンの風味を加え、肉の香ばしさを加えたソースです。レギュラーサイズより3倍濃厚な味わいに仕上げています。マヨネーズ、卵黄のコクが特徴の一平ちゃん夜店の焼きそば特製マヨネーズです。ふりかけ、スコーンバーベキュー風シーズニングパウダー、ビーフパウダー、ガーリックパウダー、ジンジャーパウダー、赤唐辛子を組み合わせた本家スコーンを彷彿させるパウダー状のふりかけです。かやく、彩りと食感のアクセントになるキャベツです。食べてみた感想、ソースをかけた途端に広がるスナック菓子の香り、この時点ですでに美味しさが期待できますね。サクサクとした先入観のある香りに誘われて食べる麺のもちっとした食感にはギャップを感じますが、これはこれで面白いですね。香ばしい味わいと太麺との相性もぴったりで、大盛りの量ですが飽きずにペロッと食べられました。おやつのスコーンを食事としてボリュームアップして食べたいときはぜひこれですね。初コラボ一平ちゃん小池屋スコーン、コーンの香りと肉のうまみ、スコーン味焼きそばが登場。本日は明星一平ちゃん夜店の焼きそば大盛り濃い濃い濃いスコーンがっつきバーベキュー味を紹介しました。田中恵美里でした。